こんんにちは皆さん高橋ダンです、はい、今日は実はチャートの、はい、今訓練をしていますね。この数日間毎日毎日新しいチャートのビデオを出しています。で、え今日皆さんに強調したいのは買ってはいけないこのチャートパターン。丸1です。これから2も3も4も5もいっぱいあります。このチャートは絶対下げなくちゃいけない。僕自身も 痛い目にあったことがあるで今回は実は我々が多分見ている 株価の中で今出てきているチャートがあるんですね。すごく似ていたような状況が。なんで、そのパ,ッパターンとなぜこれを避けるべきなのか、それとどういうふうにタイミングを測るべきなのか、はい。皆さんにこの解説をしていきたいと思います。新しい視聴者の皆さん、僕は元ウォール街のトレーダー、最低取引の専門のヘッジファンドマネージャーです。詳しくは概要欄の方で簡単なプロファイルをご覧ください。テレビ東京とテレビ朝日のレギュラーのコメンテーターもしてますし、いくつかの本も書いて、 YouTube もやってそれと新しいポストプライムというソーシャルメディアを作りました、はい、30万人のマンスリーアクティブユーザーがいてこれは世界初めて、はい、画像、テキストだけではなく動画も音声も全部対応しています YouTube は音声できない ここは音声しかできない。Twitter は全部このようにできない。世界初めてですね。全部対応しています。しかも、誰でもジョインできる。無料でできる。招待なんかいらないんですね。はい。iOS i、i j o とウェブサイトのリンク全部貼ってあります。それともしお金を稼ぎたいと思ったら、プラットフォームの中でお金を稼ぐこともできます。はい。ちなみに皆さん、11月31日に最後のこのプレゼントキャンペーンを終わりにします。はい。ここっちの右の上のこの右上 のプレゼントマークが終わってしまいまいすなのでぜひ皆さん、はい、参加したい人たちはぜひ見ておいてください。ポストプライブリンクはガールに貼ってあります。さてと、絶対避けるべきチャート。 ほうこれ見てると自分でも鳥肌が出てきますね。うつはこう、わ思い出してしまう。Like, わ、wow. あれは痛かった。はい。で、まず皆さんに実は僕のストーリーをちょっと話したいんですね。僕も投資家としてもちろん成功もありましたけど、絶望的な失敗もあります。もちろんです。全然否定はしません。どこの誰の投資家も特に、まあ、ここは初段階の時には大きなまあ打撃を受けることもあります。で、僕のストーリーを話したいと思います。 はい、で何が起きたのかで、どういうふうに僕はこれを皆さんも避けるべきなのか、はい、こちらの方ストーリーを話したいです。皆さん、アベノミクスが始まったのはいつですか ?2013 年に実はこの新しい金融政策が発表されたんだけど、実は2012年ぐらいからもう安倍政権の始まり、こ相場がもうだんだんと織り込みされていたんですね。はい、で日経平均が本当に動き始めたのが2012年の 終わりぐらいあたりだったんですね。2012年の11月ぐらいから、はい、安倍政権発足するというニュースがいろいろ出て、ブワーって上がったんですね。で、そこからちょっと、まあ、いしい上昇が続いてから、このもうちょっと、まあ、ここは干潮か、え,え,えと、何て言うんだろう、干潮感がある、硬着感がある、硬着感がある相場が続きました。はい、ちょっと横ばいで、そこからまたバーって上がりました。で、僕が皆さんに強調したいのは、 僕の大きな損が出たこの時、ですこの時このチャート、こんなところで一応日経平均が下がってしまったんですね。はい、日経平均が1万6000から1万2400ぐらいまで下がってしまったこの時です、はい。何が起きたのか、それとどういうチャートがあったのか、皆さんもこれを避けるためのことを解説していきたいと思います。Let's go back. 過去に戻ろう。 ここに戻りました。9年ぐらい前でしたね。はい。僕にとっては。はい。僕は29年ぐらい前、26歳、あ、27歳でしたね。はい。で、これがバーって上がってきたとき、特にここまでは僕は日本の銀行株を買ってきたんですね。日本の銀行株をジャブ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 ,ジャブ、僕のニュースが出てから買ってきました。なぜかというと、世界が変わったと思った。 チャートも著しい上昇。安倍政権、アベノミクス、新しい金融政策、やっと日本が戻った。30年間のこのデフレが終わった。すごい感情が出てました。僕自身も ほとんどアメリカ育ち。日本がやっと強いところで、今までずっと海外に住んで、日本はもうほとんど悪いことばかりしか聞いたことなかった。美味しいよ、食べ物美味しいよ、人は親切だけど、経済をもうダメ、戻っちゃダメ、投資なんかしちゃダメ、日本の株価は下がるもんだよ。こういうことばかり聞いて、やっとこれが上層するところで、しかも自分もかなり利益を出していた。で、どこに投資してたかというと、僕は銀行株に投資していました。で、銀行株に投資をしていて、特に まあ、三菱 UFJ のチャートを見ていきたいと思います、はい、三菱 UFJ のチャート、はい、特にこちらの方のチャートを見てください、2012年からどれほど上がったのか、はい、僕が買い始めたのはちょうど400円程度でしたんですねで、これがバーンって上がって、もう600円までいって、すごいですよ、たったも数ヶ月で50%以上上がってたんですね、はいで、これはもう他の銀行株も買っていた。 特に銀行株、インフレが出るとしたら、すごい安い。PBR がもうこれ1倍以下。めちゃくちゃ安い。お金はここに来るはず。リサーチも読んだ。チャートも超上がっていた。で、何が起きたのか今、週足けですね、チャート。バタンって落ちてしまった。 バタンって落ちた。しかも理由もあまりなかったんですね。こちらの理由。で、急に三菱 UFJ がなんとバタンって25%も落ちてしまいました。で、僕はここでどうしたかというと、この落ちてるところ、落ちてるこの下落してるナイフをキャッチしようとしました。とっても痛い目に遭いました。なんでかというと、 こ,れこういうチャートは絶対避けるべきです。こういうようにめちゃくちゃ上がってからバンって下がり始めるとき、急に何かが変わりました。何が変わったのかもそんな大事じゃないけど、チャートが変わったんですよ。バーって上がっているときで、急にこういうふうに下落が出て、しかもボリュームが大きく出たときは、こういうチャートは避けるべき。ここで買おうとしない。 ここというのは、この暴落をし始めた最初の1週間ぐらい、買おうとしないというのがすごく大事です。で、前回、あ、下がったときは買いチャンスだった、買いチャンスだった。今回の暴落はすごくでかい。まくりも下がってる。ボリュームも上がってる。理由もない。こんなのあるわけないよ。また上がるに決まってるよ。僕、天才だよ。で、買ってしまいました。で、そこで買って、よし、大丈夫だと思って、もっと買って、もっと買って、もっと買って、ってくるでそこでちょっと上がり始めたら、また下落が。 来たんですね、はい、覚えてます。特に大きなニュースはなかったです。日,本日銀の金融政策はそのままでした。はい、悪いニュースもあまりなかったです、銀行の顔で。で、これが下がり続けていました。皆さんに強調してほしいのは、こういう著しい動きがあってから株価が急騰、暴投してから急に暴落したとき、この初段階、必ず避けましょう。なぜかというとうこれは 暴落の初段階ですで。こういう時はナイフが下落しているので、いつも僕は避けていますで。実は今回は似ているような状況が皆さんが多分見ている株価でも起きました。はい、でつい最近だったんですね。はい、つい最近で僕も、はい、ビデオを出しました。皆さん覚えていますかこちらのビデオですね、はい。海運株、今は急落。絶対に買うなというビデオを出しました。はい で、このビデオを出したきっかけ、理由、皆さん僕の YouTube チャンネルも見てください。こういう経験をしているからです。こういうチャートは避けなくちゃいけないです。どういうチャートなのだ何のことなのはい。こちらの海運株のチャート見ていきましょう。例えば、その時僕が見ていたのは川崎汽船。川崎汽船のチャート見ていきましょう。この動きを見て、とても銀行株、2013年の銀行株の動きと似ているとも、急騰してますね。はい。ここは、 たった5月ぐらい、まあ3月ぐらいに2000円から2倍にして4000円、それから6000円、8000円に上がってしまった。著しい急騰、50日動変形から離れたら急に暴落ができた。こういう時には買わないです。まだ初段階です、暴落が。いつ終わるかわからない。最初の1週間、この暴落がある時は、 避けましょう。こういうことを避けて、どう感情的になっても、どうファンダメンタルが美味しくても、どう自分が思っていても、追加で買うのは待つ。というのが今日の僕の避けるべきチャート、ナンバーワンです。これからも続けたいと思います。他に僕は、まあ、買ってはいけないというチャートのパターンはいくつかあると思うので、そこも楽しみにしておいてください。それと皆さん、 こういうチャートパターン。僕が好きなチャート、好きじゃないチャートもポストプライムで公開してます。ベストチャート。はい。これもできるだけ毎日僕は公表してます。なので、ぜひポストプライムでもご覧ください。皆さん、今後もぜひポストプライムと YouTube、両方ともチャンネル登録と応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、お疲れ様です。